そうなんですこういう考え方を認識論においてした哲学者は、えー、っとはっきり言いますが、まあ、1人もいませんと、まあ、ニーチェだけがちょっとそれを共有してたんですね。えー、っとそれでそこから、えー、一切の認識はこの考えから3つに区分できます。この3つの区分はまあ私があととちょっとパラフレーズしてやったのでフッサールを読んでもあんまりはっきり出てこないんですね。えー、っとずっと読んでるとこうなっていることが分かります。 一番目が個的な確信。私が自分の内心だけで、これはどうしても動かしがたいですね。えっと、そういう確信が成立してもう動かすことができない。これはまあ個的な確信ですね。他の人がそれを、えっと、確かにそうだと言ってくれるかどうかは全く保証がないということです。えー、共同的な確信、二番目です。共同的な共通了解の成立。 一番典型的なのは民族宗教は世界宗教。まあ、世界宗教が非常に広範囲の人が同じ、まあ、例えばですね、えっと、中世ではヨーロッパでは神が世界を作ったと、えっと、唯一神は世界を作った人であり、また判神神でも創造心であり、審判心でもある、えっと、この確信を誰もが持ってたんですね。えっと他に世界像がないのでみ,みんなそれを信じて。 そう思っていたんですが、非常に広範な共通了解が成立していたんですが、にもかかわらず、これは普遍的な革新とは言えないんですね。かまあ今から、今立ってみると、はっきりわかりますね。当時はそのことはなかなかわからなかったんです。で普遍的な革新、うん、と共同的な革新よりもっと先に進んだものですね。えっと、数学や自然科学がそうで、えっと、これは、っと、 宗教文化人種関係なく人間であれば必ずこれこれはこういうふうにしか言えないよねと確かにそうだねという不可疑性が成立するそういうまあ基礎を持っているような認識のあり方これが普遍的な革新ですねこの普遍的な革新が成立するものを、まあ、我々は客観認識とかあるいはまあ自然対象でない場合は普遍認識と,、えっと呼んでたんですね 自然対象の場合は普通自然それ自体が客観的に存在するものという想定があるために我々は客観認識という言い方をよくするんですが普遍認識の方がちょっと広い概念と考えてください。でこの3つの区分によって認識問題は解明されたんですね。でこんな簡単なことでいいのかと思うかもしれませんが、まあ、ここにはいろんな経緯が詰まっていて。 私の考えではこれ以上のもう解明はないんです。ここはまあ底板ですね。えっと、要点は主観・客観の位置というものは確証できないけれども、しかし、普遍認識というものはちゃんと成立している。その条件が明らかになったということですね。でこれをもう一枚の図式にしました。これは私がはよく使っている図式ですが、例えば、 えっと、世界というものがあって世界観 ABC が違うと例えば、まあ、キリスト教とイスラム教と仏教、まあ、他の考え方でもいいんですが、えっと、それぞれ違うとでそれぞれがあの私の世界観が正しいというふうに主張しているでそういう場合それぞれのおっと世界観を主張する人は私の世界観はこれとイコールであるのつもりなんですねつまり私の世界観は この世界それ自体と一致ししてていいるるはずだとと主張しているわけです。ところがまあふっさわせるに言わせればあの主観と客観の一致はそもそも原理的にこれは証明も、えっと、確証もできないわけですからここはもういらないとこれはまあ消してしまおうと、えっと、そしてこの認識の在り方が不可疑性の構造としてどういうふうになっているのかを吟味するとこの問題は解けると。 現象学でエポケーと言いますがそもそも客観的な世界というものが何かというのはもう考慮に入れない誰もこれは検証できないのでここだけでここからだけで、えー、っと普遍認識というものがどういうふうに成立しているのかが分かるんですねで、えー、っと何が分かるかというと認識の構造言い換えれば不可疑性が成立する構造を吟味すると えと実は我々の世界観は大きく言えば2つの部分に分かれているということが分かる。1つの部分は C の部分でですね、この C の部分はここです、共通了解が成立する領域、えー、と自然科学、数学、基礎論理学、三段論法な,、えー、などですね、これはもう、えー、と人種と文明、